神戸三宮の地下街三地下の1番街2番街が再整備工事のため明日から3年間の休業に入ります。三地下は1965年にオープン。 JR や阪急など6つの駅をつなぎ、1日の通行者数はおよそ15万人に上りますが、三宮再整備の一環で1、2番街が明日から3年間の休業に入ります。1、2番街では29店舗が営業していましたが、4月以降は13店舗が別のエリアに移転、残りの16店舗は撤退や廃業を決めました。営業最終日の今日は閉店を惜しむ多くの客でにぎわっていました。57年間うちの店を買い勝ってもらって、まあ、ここまで続いたのはお母さんがあっての店やからね。だからそれは僕はほんま感謝します。ありがとうございました。このエリアの休業とともに、三地下内にあるラジオ関西のサテライトスタジオも55年の歴史に幕を下ろします。サテライトスタジオはサテスタの愛称で市民から親しまれ、多くのアーティストや著名人が出演してきました。三地下にありますラジオ関西サテライトスタジオから最後の生放送をお送りいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。三地下を管理運営する神戸地下街によりますと、1、2番街の再整備工事は大阪・関西万博を見据え、2025年に完了する予定だということです。